ペンシルベニア州は、アメリカ合衆国北東部、また、大西洋岸中部に分類される州。五大湖地方に含められることもある。カナメイ市の州とも呼ばれる。日本語では、ペンシルベニア州、ペンシルバニア州、あるいは、ペンシルバニア州と表記される場合もある。以前は、ペンシルバニアという表記が多かったのに対し、2020年、 アメリカ合衆国大統領選挙からは選挙のようとなる激戦区としてペンシルベニアの表記が多数登場している。ペンシルベニア州は州の代わりにコモンウェルスを用いる4つの州の一つ。ただし、日本語ではどちらも州と訳されている。なお、地質時代の区分の一つであるペンシルベニア区はペンシルベニア州にちなんで付けられた名前である。名前の後半。 シルベニアは、ラテン語、シルバから取ったものであり、実際に自然が豊富である。アメリカ合衆国50州の中で、陸地面積では、全米第33位、人口では、全米第6位であり、人口密度が、第9位と高い。南東は、デラウェア州、南は、メリーランド州、南西は、ウェストバージニア州、西は、オハイオ州。 北西はエリーコとカナダのオンタリオ州、北はニューヨーク州、東はニュージャージー州と接している。アパラチア山脈が州の中央を斜めに走り、東西に長い州でもある。ヨーロッパ人として最初にペンシルベニアに入ってきたのはスウェーデンやオランダの入植者であったが、ペンシルベニアと命名したのはイングランド王チャールズ2世である。クエーカーで、 イギリス人のウィリアムペンがシルベニアと名付けたものをウィリアムペンの父をウィリアムペン。今に敬意を表して解消した。ペンシルベニア州には自由の鐘や独立記念館で有名なフィラデルフィア市と重要な加工を持つ、ピッツバーグ市の2つの主要都市がある。シュはハリスバーグ氏である。ペンシルベニア州は？ アメリカ合衆国において最も歴史のある州の一つである。フィラデルフィアはアメリカ合衆国発祥の地と呼ばれることもある。フィラデルフィアは独立宣言や合衆国憲法が立案された場所でもある。ゲティスバーグは南北戦争の激戦地であり、今も多数の大砲が保存されている古戦場跡として有名である。ブリンマーは フィラデルフィア郊外の閑静な住宅街として全米でもよく知られる。ポコの山脈やデラウェアウォーター峡国は保養地として有名である。ペンシルベニア州となった地域にヨーロッパ人が入植する以前、この地域にはデラウェア族、サスケハノック族、イロコイ族、エリー族、ショーニー族などのインディアンが住んでいた。オランダとイギリスが デラウェア川の両岸をアメリカにおけるそれぞれの植民地の一部と主張していた。オランダが最初に領有し、ペンシルベニアの歴史に大きく影響した。1631年6月3日、オランダは現在のデラウェア州ルイスの地にツバーネンデール植民地を作り、デルマーバ半島への入植を始めた。1638年、スウェーデンが 現在のウィルミントンの地に作ったフォートクリスチーナを中心とするニュースウェーデン植民地を設立することで領有問題が加熱された。ニュースウェーデンはデラウェア川下流域の領有を主張し支配したが、植民者の数は少なかった。インディアンと結んだペンの条約、エドワード・ヒックスが1664年3月12日、イングランド王チャールズ2世が ヨーク港ジェームズにプリマスのバージニア会社が当初持っていた直居地すべてに他の土地を含めた土地の直居を与えた。この直居は現在のペンシルベニア州の一部を含むオランダ領をニューネーデルラントの主張する領有権と競合した。1664年6月24日、ヨーク港は現在のニュージャージー州を含む広大な領土の一部を ジョン・バークレーとジョージ・カートレットに売却し、領主植民地とした。その土地はこの時もイギリス領だったが、デラウェア川の西岸にあるニュー・ネーデルラントの一部と重複した。同年8月29日に、イギリスによるニュー・ネーデルラント征服が始まり、ニューヨーク港に浮かぶイギリス艦船の大砲を面前にして、ニューアムステルダムが降伏を強いられた。 この制服が継続し、同年10月には、現在のデラウェア州、ニューキャッスルにあったカシミアトリデを占領することで、完成した。ジョン・ディキンソン1667年7月21日、イギリス、フランス及びオランダの間に結ばれた、ブレダノはあにより、イギリスの制服が確認されたが、一時的な反動も、起きた。1672年9月12日、 第三次英乱戦争の一部として、オランダは、ニューヨーク植民地とニューアムステルダムを再征服し、現在のデラウェア州とペンシルベニア州に、当初の三軍となる、軍政府を設立した。後に、ペンシルベニアに移管された部分が、アップランドだった。1674年2月9日、第三次英乱戦争を終わらせる、ウェストミンスター条約が結ばれ、政治的な状況を、 戦前に元あった状態に戻された。イギリスはオランダの軍をオランダの名称で保持した。同年6月11日までにニューヨーク植民地がアップランドを含め外郭の植民地に対する支配を再度主張したが、その名称は1674年11月11日までにイギリス名に変えられていった。同年11月12日、アップランドが分離し、 現在のペンシルベニア州とデラウェア州の宗教が概略生み出された。1681年2月28日、チャールズ2世がウィリアム・ペンの父ウィリアム・ペン帝徳から借りていた1万6000ポンドの借金の方にウィリアム・ペンに土地の直挙を与えた。これは市場でも最大級の特定個人に対する直挙だった。その土地はペンシルベニアと呼ばれた。 ウィリアム・ペン自身は、ニュー・ウェールズあるいは、シルベニアと呼ぶことを望んだが、この名称変更で、人々が、ペン自身にちなんで名付けたと考えることを恐れ、当惑した。しかし、チャールズ2世は名称を変えようとはしなかった。ペンは、軍政委員会と心境の自由という二つの、革新的な性格を持つ政府を樹立し、これは新世界の多くの国で真似されることになった。 1681年3月4日、ペンシルベニアで植民地政府を作り、ペンシルベニア州とデラウェア州の宗教のペンシルベニア側にあったアップランドはチェスター軍と改名された。クエーカー教徒の指導者であるウィリアム・ペンはデラウェア族の指導者タマニーと平和条約を結び、クエーカー教徒とインディアンの長い友好的関係の時代が始まった。クエーカー教徒とは、 他の部族との条約も結ばれた。ウィリアム・ペンが結んだ条約は審判されることがなかった。1730年から通過法に伴い、イギリスの議会によって停止された1764年まで、ペンシルベニア植民地は金や銀の保有量不足に対応して、独自の通貨を持っていた。この紙幣は、コロニアルスクリップと呼ばれていた。この植民地では、 信用証券を発行し、その法定通貨としての位置づけゆえに、金貨や銀貨と同等だった。政府が発行しており、銀行が発行したものではなかったので、利子がつかず、政府支出の支払いに使われたので、大衆の税金だった。政府が、その裁量で発行し、インフレを招かないよう大量に発行しなかったので、雇用と繁栄を助長した。 ベンジャミン・フランクリンがこの通貨創設に関与し、その有用性は決して侵されないと言っており、アダム・スミスの慎重な承認にも合致していた。フィラデルフィアのプレジデンツ・ハウス・フィラデルフィア、このマスターズペン邸宅には1770年代初期にペンシルベニアの総督が入った。1790年から1800年には、フィラデルフィアが暫定首都となり、ジョージ・ワシントンや、 ジョン・アダムズの大統領官邸となった1765年の飲酒法会議の後、フィラデルフィアの大議員、ジョン・リキンソンは、権利と抗議の宣言を書いた。この会議は、マサチューセッツ植民地会議の要請で13、植民地が集まった、最初の会議だったが、実際には旧植民地しか大議員を送らなかった。リキンソンは続いて、ペンシルベニアの農民から、 イギリス領植民地の住人に宛てた手紙を書き、1767年12月2日から1768年2月15日のペンシルベニアクロニクルに掲載された。1774年にフィラデルフィアで開催された第一次大陸会議には、12、植民地が代表を派遣した。1775年5月、やはりフィラデルフィアで開催された第二次大陸会議では、 アメリカ独立宣言を起草し、署名を行った。フィラデルフィア氏がイギリス軍に占領されると、大陸会議は1777年9月27日は、ランカスターの軍庁舎で開催され、その後ヨークに移った。そこでは13植民地が一つの国になるという、連合規約が書き上げられた。後には、アメリカ合衆国憲法が起草され、フィラデルフィアは、 新生アメリカの誕生地に再度選ばれた。ペンシルベニア州は1787年12月12日にアメリカ合衆国憲法を批准し、そのことで第二の州になった。デラウェア州の批准から遅れること5日だった。カーライルのディキンソンカレッジは1773年に設立され、国内初のカレッジとなった。このカレッジは、 パリ条約が批准された5日後の1783年9月9日に批准された。ベンジャミン・ラッシュが設立し、ジョン・ディキンソンにちなんで名付けた。ヒルズ・キャピトル、1821年から使われたが、1897年に消失したペンシルベニア州議会は、半世紀の間フィラデルフィア地域の様々な場所で開催されたが、インディペンデンス・ホールで、 定期的に開催されるようになり、63年間続いた。しかしもっと中央に近い場所で開催する必要性が出てきた。例えば1763年のパクストンボーイズ虐殺がそれに気づく機会になった。1799年、衆議会はランカスター軍庁舎に移動し、最後は1812年にハリスバーグに移転した。 1821年12月までは昔のドーフィン軍庁舎で衆議会が開催されていたがこの時連邦様式のヒルズキャピトルが州政府の本拠のために取って置かれた4エーカーの丘の上に建設されたこの土地はヨークシャー生まれで1705年にはサスケ花川東岸に公易基地を設立し1733年には 私船を運航したジョン・ハリスシニアの息子で先見の名ある事業家が確保していた。ハリスバーグはこのハリスにちなむ命名である。1897年2月2日、猛吹雪の日にヒルズキャピトルは消失した。沿道に欠陥があったためと考えられている。新しい集会議事堂が建設されるまで、衆議会はステート通りのグレースメソジスト協会で開催された。 不正があったとされる建築家選定協議会の後、シカゴの建築家ヘンリー・アイブスコブが新しい議事堂の設計と建設に当たった。しかし議会にはその建設に当てる金がなく、大まかに仕上げられたいくらか実用的な建物が完成した。議会はこの建物の使用を拒んだ。1901年には政治と大衆の間に議憤が起こり、 ペンシルベニア州の建築家に限った2回目の協議会が行われた。現在のペンシルベニア州会議児童を設計するために、フィラデルフィアのジョセフ・ミラー・ハストンが選ばれ、コブの建物を壮大な公共建築に取り込んで完成させ、1907年に解消された。ルーズベルト大統領による連邦緊急救済局の失業女性のためのキャンプ、1934年。 新しい集会議事堂は、激賞を得た。そのドームは、ローマのサンピエトロ大聖堂と、アメリカ合衆国議会議事堂からヒントを得ていた。セオドアルーズベルト大統領は、国内で最も美しい集会議事堂と呼び、その会所式では、これまで見た中でも最大に、威厳のある建物と言った。1989年、ニューヨークタイムズは、偉大で時には異形の念を感じるが、 動いている建物であり、市民が立ち寄ることができ、日々の生活の実感とつながる建物と褒めた。ペンシルベニア州には、国内森林地域の9%がある。1923年、カルビンク・リッジ大統領が1911年のウィークス法のもとに、州北西部のエルク、フォレスト、マッキーイン、ウォーレン各軍にまたがる。 アリゲニー国立の森を創設し、アレゲニー川流域の木材生産と水域保護を目指した。アリゲニー国立の森は州内唯一の国有林である。フランクリン軍出身のジェームズ・ブキャナンは唯一の独身大統領であり、ペンシルベニア州出身としても唯一の大統領である。南北戦争の転換点となったゲティスバーグの戦いは、 州内ゲティスバーグの近くで起こった。推計で35万人のペンシルベニア州民が北軍に従軍し、その中には8600人のアフリカ系アメリカ人、シガン民兵もいた。ペンシルベニア州では初めて事業的に成功した、油性もあった。1859年、タイタスビル近くで、エドウィン・エル・ドレークが油性を掘り当て、国内最初の石油ブームをもたらした。 ペンシルベニア州の都市及び道路ペンシルベニア州の郡、ハイチズペンシルベニア州は、北東部の州と南部の州、大西洋岸と中西部を結ぶ地点にあることから、キーストーンステートと呼ばれている。北側及び北東側は、ニューヨーク州に隣接しており、東側は、デラウェア川を挟んで、ニュージャージー州に隣接している。南側は、デラウェア州、メリーランド州、 ウェストバージニア州に隣接しており、西側はオハイオ州、北西側はエリーコに隣接している。アメリカ合衆国最初の13州の中で、ペンシルベニア州の実が大西洋に面していない。ペンシルベニア州を流れるデラウェア川、サスケ花川、モノンガヒラ川、アレゲニー川、オハイオ川はアメリカ合衆国の主要な河川である。州都はハリスバーグ市である。 ペンシルベニア州は、南北の長さ170マイル、東西の幅283マイルほどである。総面積は、1E11 平方メートル46,055平方マイル、陸地面積は44,817平方マイル、水域面積は、内陸部に490平方マイル、エリー湖で749平方マイルである。 アメリカ合衆国内で33番目に大きな州となっている。エリー湖の湖岸線は57マイル、デラウェア川に沿った海岸線は57マイルある。マウント・デービスが海抜3213フィートで州内最高地点である。最低地点はデラウェア川の海面である。ペンシルベニア州は東部標準時内に位置している。 宗教の中で、南のメリーランド州とは、メイソン・ディクソン線、デラウェア州とは12マイル円、東は、デラウェア川、西のオハイオ州とは、整形80度31分、北のニューヨーク州とは、北斐42度線が基本となって、ほぼ長方形をしており、北の三角形が、エリー湖まで伸びた地域が唯一飛び出した形になっている。 地理的に州内は5つの地域に区分される。すなわちアリゲーニー、高原、リッジアンドバレー地域、大西洋岸平原、ピードモント大地、およびエリー平原である。ペンシルベニア州の多様な地形により、気候も様々であるが、相対的に冬は寒く、夏は、降水量が多い。州南東の隅を除いて、大部分は湿潤大陸性気候にある。 フィラデルフィア大都市圏のみが温暖湿潤気候にあり、南のデラウェア州やメリーランド州に似ている。内陸の山岳部に動くと、冬は著しく寒くなり、曇りの日が増え、降雪量が多くなる。州の西部、特にエリー湖に近い地域は、年間100インチ以上の降雪があり、また、降水量は、州の全体で年間を通じて豊富である。春から、夏。 さらに秋にかけて異常気象が起こりやすく、竜巻は年間平均10個が発生している。1790年から2000年の州人口推移、ペンシルベニア州の人口密度図2012年7月1日時点で、ペンシルベニア州人口は1276万3536人と推計され、2010年国勢調査からは0.5%増加した。 2006年時点での推計では、人口1244万621人、前年から3万5273人の増加、2000年国勢調査からは15万9567人の増加だった。国内多州への移住で2万7718人が減少し、国外からの移民で12万7007人が増加し、 純増は98,289人だった。人口の中で74.5%は、ペンシルベニア州生まれ、18.4%は、国内多州の生まれ、1.5%は、プエルトリコ。アメリカ合衆国領島書部あるいは国外で、アメリカ人の親から生まれたもの、5.6%は、外国生まれである。1970年代から1980年代。 ペンシルベニア州人口は緩やかに増加した。1990年代から2000年代に入ると他の州から多くの人々がペンシルベニア州に移動し始めた。年齢層で見ると5歳未満が5.9%、18歳未満が23.8%、65歳以上が15.6%となっている。2005年時点で 高齢者人口比率は50州の中の第3位だった。女性が人口の51.7%を占めている。2005年時点で貧困戦以下の住民比率は11.9%だった。ペンシルベニア州の人口重心はペリー軍のダンキャノンボロとなっている。2010年国勢調査によればペンシルベニア州の人種による 人口構成は次のようになっている。2011年時点で1歳未満の宗民の32.1%は少数民族の子供である。州内のヒスパニック系人口は2000年から2010年の間に82.6%増加し、国内でも最大級の増加率となっている。主にアメリカ合衆国領であるプエルトリコからの移民が多いが、 他にもドミニカ共和国、メキシコなど、中南米諸国からの移民や、ニューヨーク州やニュージャージー州など国内多州から、より安全で生活費が適度な環境を求める、ヒスパニック系移住者が増えている。ヒスパニック系人口は、アレンタウン、ランカスター、レディング、ヘイゼルトン、およびフィラデルフィア周辺で多く、その比率は20%以上となっている。 2010年時点でフィラデルフィア市から半径150マイル以内に85%が、またフィラデルフィア市内に約20%が住んでいる推計されている。アジア系移民も約60%増加しており、特にインド系、ベトナム系、中国系の移民が多い。またニューヨーク州からフィラデルフィア市に移住するアジア系住民も多い。 アジア系人口の絶対数で、フィラデルフィアは国内最大級の都市になっている。アフリカ系アメリカ人人口は13%成長した。白人は0.7%減少したが、この傾向は反転しつつある。外国生まれの構成では、アジア系36.0%、ヨーロッパ系35.9%、ラテンアメリカ系30.6%、 アフリカ系5%、北、アメリカ系3.1%、オセアニア系0.4%となっている。2006年から2008年の調査で、ペンシルベニア州で申告された祖先による構成比は以下の通りだった。ドイツ系祖先のペンシルベニア州民は、フィラデルフィア以外のこの州の多くの地域に住んでいる。ペンシルベニア州北東部は、ニューヨーク州境付近に、 イギリス系祖先の住民が暮らしており、スクラントン地域内に多くのポーランド系アメリカ人が住んでいる。フィラデルフィアは黒人の大多数が暮らしていて、少数の黒人住民がピッツバーグ及びハリスバーグに住んでいる。また、近代文明的生活を行わないアーミッシュと呼ばれるドイツ・スイス系の人々が住んでいる。ペンシルベニア・ダッチと呼ばれる人々と言語がある。 この、ダッチは、オランダ人ではなく、ドイツ人あるいは、チュートンを意味している。ドイツ人はドイツ語で、ドイツェであり、これが英語で、ダッチに変わったとみなされている。ペンシルベニアドイツ語は、西中部ドイツ語方言を受け継いでいる。アーミッシュや、メノナイトの社会では、第一言語として話されているが、いくつかの言葉が英語化した以外、日常語として、絶滅に近くなっている。 ペンシルベニア州の州の住民の宗教宗派、別構成比は次のようになっている。当初の植民地の中で、ロードアイランドとペンシルベニアのみが、信教の自由を謳っており、その結果今日まで、宗教的な多様性が続いている。2000年時点で、住民の約69%は何らかの宗教組織に属していると推計された。 ペンシルベニア州立大学の宗教データアーカイブ協会によれば58%が115の宗教会派に属していた。ペンシルベニア州にはアーミッシュが多いが、オハイオ州、ホームズ郡に世界最大のアーミッシュ人口がいる。ペンシルベニア植民地の設立時にはクエーカー教徒が多く活躍したが、現在では少数派となっている。 2012年ギャラップ調査では、州民の40%は大変信仰心、厚く、28%は中央であり、32%は無宗教であるとなっていた。ウィリアム・ペンとその息子たちは、インディアンの土地を次々に購入していった。右端は悪名高い、歩いた分だけ購入した土地。デラウェア族、チェロキー族、イロコイ族、ハンニアソント族、 サスケハンナ族、ウェンロー・ロノン族など、10を超えるインディアン部族がかつてこの州に占住していたが、19世紀までにすべて西側の他州に強制移住させられた。残るインディアンは絶滅したとみなされ、部族単位では存在しないことになっている。ペンシルベニア州は、1879年に、インディアンを殺し、人間を助けるの標語のもと、インディアンの児童を、 強制的に収容し、民族浄化の方針に沿って、言語も文化も奪って白人に同化させる、インディアン寄宿学校の第1号、カーライルインディアン工業学校が、全米で、初めて開校された地である。アメリカ連邦政府に公式認定を要求中の、部族と、団体ペンシルベニア州は近年、カジノギャンブルを合法化させた州であり、現在9つのカジノが営業され、 今後も増える傾向にある。しかし、この州のインディアンが運営する、インディアンカジノは一件もない。ペンシルベニア州のインディアンカジノと経営不足、ペンシルベニア州の最大都市並びに、アメリカ合衆国内で4番目に大きな大都市圏である、フィラデルフィア市のスカイラインピッツバーグ市、州内、第2の都市アレンタウン州内第3の都市州内の自治体、ペンシルベニア州は、 アルファベット順に、アダムズ軍から、ヨーク軍まで67の軍から成り立っている。アレゲニー軍、フィラデルフィア軍などである。フィラデルフィア軍は1854年に、フィラデルフィア市と統合されている。軍の中は、市、ボロ、タウンシップという、総数2562の自治体に区分される。州内には56の市があり、人口によって、第一級、第二級、 第3級に区分されている。フィラデルフィア市が唯一の第1級市であり、人口は150万人を超えている。ピッツバーグ市が第2級、スクラントン市が第2級 A の市である。人口で第3位のアレンタウン市、第4位のエリー市から人口わずか840人のパーカー市までが第3級市である。第1級と第2級の市は、 市長が強い、市長、市政委員会方式の政府を取り、第三級市は、市政委員会、マネージャー方式の、弱い市長を選んでいる。主要都市、ボロは外して市より小さく、市は法人化されているが、ボロは、市として法人化される前の形態である。州内に958のボロがあり、そのすべてが、弱い市長の政府形態を取っている。 タウンシップが三つ目の自治体形態であり、第1級と第2級に区分される。州内に、第1級93と第2級1454のタウンシップがある。第2級の場合、人口密度が300人、平方マイルを超え、住民投票で支持された場合に、第1級になることができる。ブルームズバーグのみが1870年に、 町として法人化されており、州内唯一の町である。1975年、アレゲニー郡のマッカンドレスタウンシップが、自治検証の下に、マッカンドレス町となったが、法的には、現在も、第一級タウンシップのままである。ペンシルベニア州は州になってから5代の憲法を、持ってきた。1776年、1790年、1838年、 1874年及び1968年に制定されたものである。それ以前の植民地時代には一世紀にわたって政府の枠組みで統治され、1682年、1683年、1696年、1701年の番があった。州都はハリスバーグである。州議会はハリスバーグにある州会議事堂で開催される。 1992年からの大統領選挙では、ペンシルベニア州は民主党候補を支持している。1992年と1996年の2回は、ビル・クリントンを大差で勝たせ、2000年のアルゴアはやや、金差だった。2004年には、ジョン・ケリーが、現職ジョージ・ W ・ブッシュを接戦で制した。2008年は、バラク・オバマが、 ジョン・マケインに対して差を広げた。州は大統領選挙人20人を保持している。しかし2016年は共和党のドナルド・トランプが民主党のヒラリー・クリントンを接戦の末破っており24年ぶりに共和党候補が勝利した。アメリカ合衆国上院議員の場合は共和党議員を選んできた歴史がある。2009年から2011年。 二人の上院議員が共に民主党という時期があったが、これは1947年以来のことだった。2010年に共和党が上院の一議席を取り戻し、アメリカ合衆国会議員数で多数派となり、衆議会では両院で多数派となり、知事も当選させた。民主党のコンサルタント、ジェームズ・カービルは、ペンシルベニア州のことを東にフィラデルフィア、 西にピッツバーグ市その中間にアラバマ州と皮肉を交えて語った。州知事現在の知事はトムウルフである。選挙で選ばれる他の行政官は副知事、検事総長、監査総監、州財務官である。州議会ペンシルベニア州は1790年憲法で制定した両院政議会を取っている。ウィリアム・ペンが採用した。 当初の議会は一員制だった。衆議会には定数50人の上院と定数203人の下院がある。2012年に行われた衆議会議員選挙の結果、共和党が上下両院の多数派となっている。司法府ペンシルベニア州は60の司法区に分かれており、その大半には畜飯事がおり、重犯罪と軽犯罪、小さな刑事事件と、 民事事件の第一審を裁く。大半の刑事と民事の事件は、一般訴訟裁判所が裁き、一般訴訟裁判所は、地区裁判官と地方機関決定事項に対する控訴裁判所ともなる。上級裁判所は、一般訴訟裁判所からのすべての控訴を審問する。電話盗聴捜査については令状を左問する、第一審でもある。 コモンウェルス裁判所は特定周期間の最終命令に対する控訴及び一般訴訟裁判所から指定された事件に限って審問を行う。ペンシルベニア州最高裁判所は最終控訴審である。州内の裁判官は全て選挙で選ばれ、首席判事は経験年数で決められる。税ペンシルベニア州は国内で10番目に税の負担が重い。 州民が払う税の総額は年平均で837億米ドルであり、一人当たりでは6640米ドルである。州民は税総額の76%を負担している。多くの州政治家は、州外からの税収を増やそうと努めている。例えば、天然ガスの掘削に課税していなかったので、これに対する課税などである。 週間高速道路の有料化も考えられている。特に週間高速道路80号線は、州外からの通勤者が多く利用し、維持費用がかさんでいる。消費税は、歳入の39%を上げている。個人所得税が34%、自動車税が約12%、タバコとアルコール飲料の税が5%である。個人の所得税は、年金。 利子、配当、事業等の純利益、処分資産の純利益、賃貸、ロイヤリティ、特許、著作権からの純収入、資産や、信託資産からの収入、ギャンブルや宝くじの収入の8種類が課税対象である。軍、自治体、教育学区は不動産に課税している。さらにいくつかの地方政体は、個人収入に所得税を課している。一般に、 所得税の総額は収入の1%だが自治憲章を持っている。自治体は1%以上を課することも可能である。67軍のうち32軍は株式、債券などに個人資産税を課している。アメリカ合衆国上院議員は多州同様2人を選出しており、2013年時点では民主党、共和党、各1人である。 アメリカ合衆国会議員は18人を選出しており、2013年時点では民主党5人、共和党13人である。ベスレヘムスチールの閉鎖された施設。その跡地には2009年にサンズカジのリゾートが、2011年にはアーツクエスト、レビットパビリオン。 PBS39 ができたペンシルベニア州の2010年総生産は5700億米ドルであり、合衆国内で6番目だった。もし、ペンシルベニア州が独立した国であれば、この州の経済は、第18位に相当する。2010年の一人あたりの収入は、合衆国内で29番目に位置する39830米ドルだった。都市製造業の中心は、 州南東隅のフィラデルフィア市、南西隅のピッツバーグ市、北西部のエリー市、北東隅のスクラントン、ウィルクスバリ両市、東中部のアレンタウン、ベスレヘム、イースト各市である。州域の大半は田園であり、この落差が州の政治や経済に影響している。フィラデルフィア市には、フォーチュン500に入っている会社が6社ある。キングオブプルシアなど、 郊外部にはさらに多くの会社がある。金融保険業では、指導的存在である。ピッツバーグ市には、フォーチュン500に入っている会社が8社ある。US スチール、PPG インダストリーズ、H.J. ハインツなどである。州全体では50社が、フォーチュン500に入っている。エリー市には、GE トランスポーテーションシステムがあり、国内最大の機関車製造会社である。 民間の最大雇用主は、ウォルマートであり、続いて、ペンシルベニア大学である。2012年4月時点で、州内失業率は7.4%だった。農業生産品は、乳製品、鶏肉、牛、苗床、キノコ、豚、および干し草である。工業生産品は、食品加工、化学製品、機械および電気設備である。 観光業は合衆国内で最も訪れた州の7番目に、一時159億米ドルの収入となり、大変大きな産業である。カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州、テキサス州、イリノイ州、およびネバダ州に続く。最近、ニューヨーク州からペンシルベニア州に広がるマーセラスシェール地層に、含まれる天然ガスの生産が活況を呈している。 シェールガスの生産位ペンシルベニア州に本拠地のある企業には以下のようなものがある。国内で最初に認定された銀行は1781年にフィラデルフィア市に設立されたバンクオブノースアメリカだった。この銀行は何度か合併を繰り返し、現在はウェルズファーゴの一部となり国内認定第1号の称号を使っている。 1963年国定銀行法の下で最初に認定された銀行もある。ピッツバーグセービングストラスト社が認定を受け、ピッツバーグ第一国定銀行と改名した。この銀行は現在も PNC フィナンシャルサービスとして存続しており、ピッツバーグ市を本拠にしている。PNC は州内最大の銀行であり、国内でも第6位である。 ペンシルベニア州の農業生産工は国内19位だが、マッシュルームでは第1位、リンゴでは第2位、クリスマスツリーとサンランドリュでは第3位、苗と芝、牛乳、サイレージ用、トウモロコシ、ブドウ、馬では第4位である。またワインの生産量では国内第8位である。カジノが2004年に合法化された。州内に9カ所のカジノがあり、 建設中、または計画中のものが3箇所ある。競馬、スロットマシン、電子テーブルゲームが合法だが、テーブルゲームを合法化する議案が2009年秋に、審議された。ポーカー、ルーレット、ブラックジャック、ダイスなどのテーブルゲームが2010年1月に、議会で承認され1月7日に、州知事の署名により、法制化された。スポーツに関わる賭博は違法である。 エドレンデル州知事は2009年にバーや民間クラブでのビデオポーカーマシンの合法化を検討した。これは推計で1万7000台のマシンが運営されているからだった。この計画ではアルコール販売を許可された施設が5台までのマシンを置くことを認められるはずだった。すべてのマシンはカジノと同様に州のコンピュータシステムにつながれることになっていた。 ギャンブルの売り上げは、勝者に支払った後の50%を週に税として支払い、残り50%は経営者に残ることになっている。ペンシルベニア州映画制作税額控除が2004年に始まり、州内の映画産業発展を促している。入り口内館、アリレニー3トンネル、ペンシルベニアターンパイクにある5つのトンネルの中で、 最長ペンシルベニア州交通省は、州内12万1770マイルの道路のうち、3万9861マイルを所有しており、その長さは国内第5位となっている。ペンシルベニアタンパイク体系は、全長535マイルあり、本線はオハイオ州からフィラデルフィア市やニュージャージー州に伸びている。ペンシルベニアタンパイク委員会が管轄している。 もう一つ、東西に伸びる、幹線道が、週間高速道路80号線であり、州の北部を、オハイオ州から、ニュージャージー州をつなぎ、デラウェアウォーターギャップで終わっている。週間高速道路90号線は、オハイオ州から、ニューヨーク州をつなぎ、州内の最北西部、エリー郡の比較的タンク間のみが入っている。 ラマータウンシップを通るアメリカ国道220号線南北方向の幹線道は、週間高速道路79号線であり、エリー市に始まり、ピッツバーグ市を抜けて、ウェストバージニア州に入る。道81号線は、ニューヨーク州から入って、ラッカワナ・グンスクラントン市とハリスバーグ市を通り、メリーランド州に抜ける。道476号線は、 チェスター軍のデラウェア宗教北7マイルに始まり、132マイル、走って、ラッカワナ軍のクラークスサミットに至り、週刊高速道路81号線に合流する。この道路は20マイルの区間を除き、ペンシルベニアターンパイクの北遠心部であり、ペンシルベニアターンパイクの南側本線は公式には、大駅兵器年ハイウェイと呼ばれるが、地元では、 ブルールートと呼ばれるのが普通である。南東ペンシルベニア交通局は国内第6位の交通機関であり、フィラデルフィア大都市圏で通勤鉄道、通常の鉄道、ライトレール、バス体系を運行している。アレゲニー軍港湾公社は国内第25位の交通機関であり、ピッツバーグ市内と周辺のバス体系及びライトレールを運行している。 都市間旅客鉄道はアムトラックが運行し、高速運転が行われる。キーストーン回路には、キーストーン号を走らせている。これは、ハリスバーグとフィラデルフィアの30番通り駅をつなぎ、その後は、ニューヨーク市に向かう。また、1日1往復運転の、ペンシルベニアン号も、同様に、ニューヨーク市からハリスバーグを走るが、ピッツバーグ市まで伸びている。 これらの列車が通る路線は、かつてのペンシルバニア鉄道の本線にあたり、アルトゥーナには著名な鉄道史跡である、ホース州カーブがある。キャピトルリミテッドは、シカゴとワシントン DC を結び、途中で、ピッツバーグ市、コネルズビル市を通る。シカゴとニューヨーク市を結ぶのが、レイクショアリミテッドであり、エリー市を通っている。キャピトルリミテッドも、 レイクショアリミテッドも1日一往復運転である。州内で運行される単線貨物鉄道は67線あり、国内最大数である。主要空港は7つある。フィラデルフィア国際空港、ピッツバーグ国際空港、リーハイバレー国際空港、ハリスバーグ国際空港、エリー国際空港、ユニバーシティパーク空港、ウィルクスバリスクラントン国際空港である。 公共用途空港は全部で134ある。ピッツバーグ港は国内内陸港では第2位、全体でも第18位の港である。フィラデルフィア港は国内第24位である。エリーコすなわち五大港には唯一の港、エリー港がある。アリゲーニー川港門とダム第2号はアメリカ陸軍工兵司令部が運営する国内255箇所の 校門の中でも使用頻度が高いものである。このダムがピッツバーグ市中心街近くでアリゲーニー川の水を貯めている。フィラデルフィア市にあるペンシルベニア大学州内には500の公共教育学区、数多い私立学校、公立のカレッジと大学、また100以上の私立高等教育機関がある。州法により、 州内に住む8歳から17歳の子供は学校への入学が義務付けられており、認証された高校を卒業すれば17歳より、前でも義務はなくなる。2005年時点で18歳から24歳の、州民の83.8%が高校を卒業している。25歳以上では86.7%が高校卒である。さらに25.7%は、 学士以上の取得のために進学している。標準試験の結果は常に良好である。2007年の8年生の試験では、数学で第14位、読みで第12位、書きで第10位だった。1988年、ペンシルベニア収集議会は、法第169を成立させ、義務教育の代わりに両親、または保護者が、 子供の家庭内教育を行うことを認めた。この方では、両親とその居住する教育学区の任務と責任を規定している。ペンシルベニア州高等教育体系は14の州立大学を要する公立大学体系である。コモンウェルス高等教育体系は4つの州が関わる学校を組織する主体であり、これらの学校は 州の予算を受ける独立した機関である。さらに公的予算による15の2年生、コミュニティカレッジと工業学校があり、ペンシルベニア州高等教育体系とは別に管理されている。これに加えて多くの私立2年生、または4年生工業学校、カレッジ、大学がある。カーネギーメロン大学、ペンシルベニア州立大学、ペンシルベニア大学、 ピッツバーグ大学は先端的研究大学のみが参加を認められるアメリカ大学協会のメンバーである。ペンシルベニア州立大学はランドグラント大学、シーグラントカレッジ、スペースグラントカレッジでもある。また、1834年にリッキンソン大学の法学部門として創設され、同学から独立した後、2000年に ペンシルベニア州立大学と合併してその参加に入ったディ・ッキンソン法学校は州内初全米でも5番目に古い法学校である。フィラデルフィア市にあるペンシルベニア大学は1740年に創立した州内初の大学とみなされまた国内初の医学校でもある。IB リーグに入る大学ではペンシルベニア州で唯一葛西南端の大学である。 ペンシルベニア美術アカデミーは国内初かつ最古の芸術学校である。フィラデルフィア薬科カレッジは現在フィラデルフィア科学大学に属しており国内初の薬科学校だった。US ニューズワンドワールドレポート誌の総合大学ランキングで全米トップ100に入るペンシルベニア州内の大学は以下の7校である。また同じく US ニューズワンド ワールドレポート誌のリベラルアーツカレッジのランキングでは、ペンシルベニア州内の以下13校が、全米トップ100に入っている。ドーニーパークワイルドウォーターキングダムのローラーコースター、アレンタウン市州内に、国内初の動物園である、フィラデルフィア動物園がある。他にも、歴史の長いエリー動物園やピッツバーグ動物園、&PPG 水族館があり、また、 リーハイバレー動物園や、ズーアメリカもある。ピッツバーグ市のカーネギー博物館、フィラデルフィア美術館などは、国内有数の美術館である。スクラントンにある、ハウディニ博物館は、伝説的なマジシャンに特化していることで、世界でも唯一の博物館である。ピッツバーグ市にはナショナルアビアリーもある。メディアを再生する、オハイオバイル州立公園州内に二十一ある。 修立公園は入場無料である。アミューズメントパークとしては、キャメルビーチ、コンノートレイクパーク、ドーニーパークワイルドウォーターキングダム、ダッチワンダーランド、デルグロッソアミューズメントパーク、ハーシーパーク、アイドルワイルドパーク、ケニーウッド、ノーベルズ、レイクモントパーク、サンドキャッスルウォーターパーク、セサミプレイス、グレートウルフロッジ、ウォルダミアパークがある。 エリー市にあるスプラッシュラグーンは東海岸最大の屋内ウォーターパークである。州内では多くの音楽祭も開催されている。ベスレヘムのミュージックフェストとニアフェスト、フィラデルフィアフォーク祭、クリエーションフェスティバル、グレートアレンタウン祭り、パープルドアが著名である。州内には100万人に近い免許狩猟者がいる。オジロシカ、ワタオサギ、リス、七面鳥。 大腸などが、狩猟対象である。スポーツハンティングは、集計罪にも、大きな影響を及ぼしている。センターフォールウーラルペンシルベニアの報告では、狩猟、釣り、毛皮採取で96億米ドルを上げている。主要記事、ペンシルベニアスポーツ、ベースボールアメリカンフットボールバスケットボールアイス、ホッケーサッカー著作家、シャロン・ハーンズ・シルバーマンは、その著作、ママは、 ヤンキーのように料理するで、ペンシルベニア州を世界のスナック食品首都と呼んでいる。プレッツェルとポテトチップスの生産量では国内第一位である。スタージスプレッツェルハウスがアメリカにプレッツェルを紹介し、アンダーソンベーカリー、インターコースプレッツェルファクトリー、スナイダーズオブ、ハノーバーなどの会社が生産校の多い会社である。百二十一年にハノーバーで ポテトチップス生産を始めたユッツクオリティフーズ。同じく1921年にバーウィックでポテトチップス生産を始めたワイズスナックフーズがポテトチップスの主要生産会社である。アメリカ合衆国のチョコレート製造はハーシー氏が中心である。マース、ゴディバ、ウィルバーなどがある。サウダートンのアッシャーズやダンモアのガートルードホークもある。他にも ベスレヘムのジャスト・ボーン、アルトゥーナのボイヤー・ブラザーズなどがある。アンティアンズ・プレッツェルズはダウニングタウンの市場屋台で始まり、現在はランカスターに本社を置く会社になっている。ペンシルベニア・ダッチの伝統的な料理は、チキンポットパイ、ハムポットパイ、シュニッツ・アンネップ、ファスナハツ、スクラップル、プレッツェル、ボローニャ、チョウチョウ、シューフライパイである。 シェンバーズバーグに本社を置くマーティンズフェーマスパストリーショップはポテトパンなど伝統的なペンシルベニアダッチ料理に特化している国内最古のビール醸造者 d g ユエンリングさんは1829年からポッツビルでビールを生産しているフィラデルフィアでよく見られる地方料理はチーズステーキ、ホージー、ソフトプレッツェル、イタリアンウォーターアイス スクラップル、テイスティケーク、ストロンボリなどである。ピッツバーグでは、1876年から20世紀初期に、ヘンリー・ジョン・ハインツが、トマトケチャップを改良した。ハインツのケチャップより、規模は劣るが、ピッツバーグのプリマンティ・ブラザーズレストランはサンドウィッチ、ピエロギ、シティチキンで著名である。スクラントン郊外のオールドフォージには、ピザに特化した、イタリアレストランが多い。 エリー市ではギリシャソースとスポンジキャンディが特徴のあるものである。元日にはザワークラウトと豚肉、マッシュルームがよく食される料理である。2008年5月24日に EN ・ハーシーパークで97度の角度を持つジェットコースターファーレンハイトがオープンした。ありがとうございます。